はい、どうも、ゆうです。今回ですね、10万以下おすすめ選手紹介していきたいと思います。まあ、前回もちょっとやったんですけど、まあ、今回、市場暴落も入りましたので、こちらの方紹介していきたいと思います。まずはじめにですね、ワトキンスになります。こちら選手普通に強いなっていう印象ですね。スキル3、逆足4でまだ上がり幅があって、元々の選手よりも結構3上がり、5上がり、5上がり、4上がり、3上がりということで、まあ十分強くなっていたりとかですね、パワーシュート、シールド持ってるのもありがたいなっていうところと、要所の人迅速もあるので、結構厄介なフォワードではあるかなと思います。まあ点取りやプラスも持ってるって感じですね。おすすめ選手かなと思います。次ですね、ベリンガムになります。だいぶ暴落しましたね、一気に。はい、16万ぐらいしてたんですけど、まあ、ちょっと物足りなさを感じる部分もあったりはするんですけど、十分強いかなと思います。インターセプト容赦なし、プラステクニカル、彼の身のこなしということで。まあ、パス系持ってないのがやっぱちょっと気になるかなとこあるんですけど、あと44っていうとこですね。とスタミナ93とかドリブル。まあ、ドリブルがやっぱり、取られにくいなっていう印象があるんで、まあ、強いなっていう印象があるのと、まあ、シュート部分であったりとか、ディフェンス値も十分あるので、あとまあ、容赦なしプラスでフルで使えるっていうのもおすすめ選手になるかなと思います。おすすめです。はい。で次ですね、リュディガーになります。まあこちらもセンターバックでね、やっぱり今でもトップクラスに強いかなと思います。まあただちょっとやっぱ予測がないっていうのは気にはなるんですけど、圧倒的なスピードの速さ、なんかリュディガー速いんですよね。あとはディフェンス手もあって、フィジカルも91あるっていうのもおすすめかなと思います。まあスタミナは低いんでやっぱり交代は必須になるかなと思うんですけど、まあ序盤であればまあ容赦なしないとやっぱり交代は必要になってくるかなと思うので、まあ、おすすめにはなるかなと思います。はい、次ですね、グティになります。まあ、こちらも前回紹介したかもしれないですけど、まあ、4戦でまあドリブルもできて、まあ、鋭いパスであったりとか的確もできて、まあ、的確がもっとあればよかったんですけど、まあ、あとはシールドもあっての、このドリブルのしやすい中でのパスのうまさっていうのはあるかなと思います。まあ、ただちょっとスタミナ低さであったりとかその辺の弱点はあるんですけど、まあ、最後のラストパサーとしては10枚以下おすすめ選手になるかなと思います。はい、次ですね、ティラムになります。もうこちら SBC も何も文句言うことなく強いかなっていう印象です。はい、次ですね、なかなかこのあたりはいないかなって感じはするんですけど、まあミリトンかな。ミリトンもまだ強いかなと思います。もう若干しんどくはなってきてるかもしれないですけど、動かしやすさっていう部分はやっぱり優秀かなっていうのと、まあ元々のスタミナの高さであったりとか速さとディフェンシーは十分高いので強いかなっていうところと、まあ、インターセプトをやりやで持ってるのもありがたいかなってところですね。弱点としては予測がないっていうところになってくるかなと思います。次ですね、キエザになります。まあ、こちらも十分強いですね。 4-4 で、まあ、プレイスタイル迅速、華麗な身のこなしと、瞬速もあって高精度もあるということで、まあ、この辺も十分強いのと能力値も、十分高いということで、まあ、パスがちょっと低い部分は気になるぐらいで、それ以外は十分高いかなと思います。相手にいても結構ドリブル取りにくい印象があるんで、おすすめ選手にはなるかなと思います。次ですね、やっぱりアンカーとしてはまだトップクラスかなと思います。ロドリになります。まあ、プレースタイルも十分優秀で、まあ、敵高プラスであったりとかロングボール、あとシールドですね、ブルーザーエアリアということで、まあ、強いっていうのと、まあ、パワーシュートも十分ある強さを出せる選手かなと思います。まあ、スタミナ91っていうところで高いんですけど、まあ、容赦なしないんで多少交代はやっぱり必要になってくるかなと思ったりとか、まあ、あとディフェンス値ですね、まあ、十分あるんですけど、パス、ペースの悪さっていうところはやっぱり気になるかなっていうところ、ドリブルの重さですね。ここはどうしても気になってくるかなと思います。まあ、ただ、守備的なアンカーの選手としてはすごい優秀なので、おすすめ選手になるかなと思います。はい。次ですね。まあ、デンベリになります。あの、交代枠でも結構使えたら嫌かなという印象です。スタメンは若干物足りなさを感じてきてるかなと思うんですけど、スタミナとフィジカル低さっていう部分はあるんですけど、まだ今でも十分やれますし、両足、やっぱり5-5っていうところは強みかなと思うので。で、まあ、キャムとやっぱり右ができるっていうのはでかいかなと思います。4-2-2-2であったりとか、その辺4-4-2とコンバートできるっていうのも強みかなと思うので、おすすめ選手かなと思います。次ですね、ペドリになります。金でも十分強かったですけど、まあ、そこから全体的に大体のところは2上がって半分が1上がってる感じですね。まあ、鋭いパスロブタスできたかって、テクニカル、あとは容赦なしもあってファーストタッチもあるっていうのも強みかなと思うんで、まあ、4-4 でこの3万っていうのめちゃくちゃおすすめかなと思うので、ぜひ使ってみてはどうかなと思います。はい、
次ですね、ディアビになります、まあ、こちらも使えたんですけどめちゃくちゃ速かったですね。やっぱり強いなっていう印象とペースは1上がりなんですけど他が3大体2上がっているってところも強いかなってところと、まあ、瞬速プラスですね、やっぱり速かったですね。体でぶつけれるとやっぱりフィジカル37なんで、取れるんですけどなかなかあの緩急つけられると難しいってところとスタミナも88で結構高いんで、長い時間、そのスピードの勝負ができるっていうのも強みかなと思うんで、まあ、おすすめ選手になるかなと思います。まあ、キーパークルトワとアリソンはもうおすすめなんでちょっと省かしていただきます。次ですね、アラウホになります。まあ、十分強いですね。あの予測もあって、やっぱり足も速くてですね、ブロックプランもあってというところで、まあ、本当に文句なしの強さかなと思います。バルサということです。ケミ合わせもしやすいですし、まあ、今でも十分やれる選手かなと思います。まあ、こちらも3万以下で考えると十分安いかなという印象です。はい、次ですね、まだやれますデヨングですね。まあ、こちらも十分強いですね。やっぱりロブタツって北か鋭いパスあってシールドもあってノットリベラも打てるし彼ら身のこなしもあるってことで、まあ、全体的な能力の高さもありますし、まあ、シュート値ちょっと低いですけど他の部分十分高さがあるんでおすすめかなってところですね。逆足さんが若干気になるぐらいで、まあ、それ以外文句なしで強いかなと思います。はい、次ですね、まあ、これはもう作ってください。めちゃくちゃ強いです。はい、ちょっと省かしていただきます。まあ、2万だったら作っておいて問題ないかなっていう印象ですね。はい、もうこの時期でネイマール2万3000でやばいなっていうぐらい下がってますと。まあ、ただ55でですね、しかもまあ使ってみてもやっぱり十分強いんでドリブルもしやすいですし、まあ、途中交代でも十分強いんで、超おすすめ選手になるかなと思います。まあ、今でも十分やれる選手かなと思います。今作に関してはすごい落ちてますけど、まあ、十分強いです。はい、おすすめ選手になります。で最後にですね、メッシになります。まあ、こちらもやっぱりテクドリプラスっていうのはでかいなと思いますね。まあ、それで言うとやっぱりムシアラであったりとか、ベルナルド・シルバーも差別化できてて、やっぱりあの辺もドリブル取りにくいなっていう印象あります。ムシアラ、フォーデン、ベルシューですかね。あの辺のテクニカルプラスもやっぱりあの予測あればある程度取れたりするんですけど、予測ないと本当取れなかったりとか、ちょこまかされて、しかも結構パス上手い選手が多いんで、あの、なかなか容易に取りに行けないという部分もあるんで、まあ、この辺テクニカルプラス系を優先的に使うのも正直ありかなと思います。あの、テクニカルプラス系が結構安いんで、まあ、その辺も含めてありかなと思っております。はい、ということで以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。紹介した最後にしたいと思います。 FC25 の転売情報になります。まあ、こんな感じでですね、情報を出しております。まあ、今一応自分としてはサーバーを3つ持ってまして、まあ、いろいろあって3つになったんですけど、まあ、転売情報をメインにしている自分だけがほぼ投稿できる、サーバーと、もう一つはあの相談ですね、質問であったりとか転売情報に対しての、質問系であったりとか、まあ、あと SBC アンケートリーク情報であったりとか、まあ、こうやって YouTube の、自分の YouTube に載せてたりとか、まあ、あと雑談ですね、皆さんがあのこんなこと困ってるとか、あのコントラー設定であったりとか含めて、まあ、バグとかも含めてですね、情報したりとか、まあ、例えば X とかでいい情報であったりとかプレイ面含めてその辺の情報共有した方がいいなっていう部分があったらここに上げてるという感じになります。あとはですね、 SBC アンケートとか質問も入れて、まあ、これ作るべきじゃないかっていう部分も、まあ、この辺で見たりとかもできるっていう風になっております。まあ、市場とかもそうですね、まあ、質問皆さんから自分が上げた投稿に対してあったりとか、まあ、これいつ売りましょうとかいうのも含めてこの辺で相談できるようにしてるっていう感じになります。で、まあ、こういった感じですね、サーバーエボリューションおすすめであったりとか、これはもうあの490得点にしてるやつなんですけど、まあ、スカウト相談であったりとか、ゴール集解説おすすめ選手、まあ、あとコーチング動画に対してのあのあれですね、まあ、ご希望であったりとか、あとはまあプレイ相談で、まあ、ここにまあプレイ動画ということで、まあ、例えばこのシーンどうやったら守ったらよかったですかとか、どうやって決めたらよかったですかとかいうのを相談できるような部分も作ってますので、まあ、こういった部分もできたりとか、あとはカスタムとかコード共有ですね。あとはフレマっていうのは、まあ、あの、定期的にフレマ会やったりとかですね、そういうのもやったりもしてるっていう感じになっております。はい。まあ、メインはやはりこの転売情報のここの部分になると思うんで、まあ、金であったら特殊シルバーアイテムとかです。あとは過去情報とかも、こういう感じでブラックフライデーであったりとか、格索 TOTY の値段変動であったりとか、あの、アップグレード系ですね。
とかはもうここで全部履歴を残していくような形にしてて、まあ、FIFA22 からこのような形で情報を取っていってますので、あのここにまあ加工作を含めて情報が見れるっていう風になっております。あとはまあ便利機能フットビンとか、まあ、フット GG とか含め、その辺のこの機能を使った方がいいよっていう部分であったりとか、まあ成功案件とかですね、まあこことかはもう正直誰でも入っていただいて、まあ、ここを見るようにするのは一つありなんかなと思うんですけど、結構海外の方とかはこれをやってたりはするんですけど、はい。まあ、ここは、まあ、有料会員の方にして、他に関しては全然無料でもいいのかなっていうのは正直思ったりはしてる部分ではあるかなと思っております。はい。で、まあ、そうですね。まあ、メインがここになるので、もし興味ある方とかはですね、ぜひ入っていただいて、Twitch のサブスク、Twitch であれば Amazon プライム入っている方は無料ですし、まあそれ以外に関しては、Twitch の有料会員もしくは、YouTube のメンバーシップの有料会員入っていただければ、こちらの方 Discord 招待しますので、よければ入っていただけたらと思います。なんかまあ Discord の方でも、サブスクを作ることができるみたいなことも、聞いてますので、まあその辺もちょっと今後、取り入れていきながらですね、なんかやっていきたいなとも思っているので、はい。まあそういった部分も含めてですね、なんかご質問とあれば自分の X も含めて DM いただければと思いますので、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。で最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。